やってらんねえ。はいはい、静かに。ナイスト。いやー、さすが鴨志田先生。よし、もう一本行くぞ。良いとんな、相変わらず。うん、おうわー、つまんねえなあ。すまん。おい、大丈夫か。保健員、保健室連れてけ。今に見とけよ。よし、試合再開だ。ありえねえよ。なわけねえじゃん。
ちょっといい？すぐ済むから。てかあんた何なの？こないだの遅刻も嘘だし、妙な噂あるし。そいつに何の用だ？そっちこそ何？クラス違うじゃん。たまたま知り合ったんだよ。鴨志田先生に何するつもり？は？あ、そっか、そういうことな。鴨志田と仲いいもんな。坂本には関係なくない？野郎が裏で何してるか知ったらお前絶対別れたくなるから。裏？それ何？言ったって分かんねえや。てかあんたらもう噂になってるから、何しようとしたってみんな協力してくれないし。一応忠告、それだけ。相変わらず気の強え女。中学が同じってだけだ。てかその話じゃねえよ。俺の方全然ダメだったわ。お前の方はなんか誰かの名前とか出てねえか？え、特別な指導ね。確かにあいついつもあざだらけだしな。なら帰っちまう前に話聞こうぜ。話あんだけど。坂本、お前まで。話するだけだよ。鴨志田から指導されてんだって？体罰じゃなくてか？違いますよ。なんで敬語だよ。まあいいけど、今日もぶつけられてたよな、顔面に。あれは俺が下手なだけで。にしたってあざ多すぎんだろう。練習なんだよ。口止めされてんのか？それは。何をしているんだ三島。部活の時間だろ。今日はちょっと具合が悪くて。だったらやめるか。練習以外じゃ下手くそは治らないぞ。具合が悪いって言ってんだろ。練習来るのか来ないのか？行きます。何か問題を起こせばお前今度こそ学校にいられなくなるぞ。お前もだ。おとなしくしてろと校長先生がおっしゃっていたんじゃないのか？うん、練習の邪魔はしないでもらいたいんだ。よくない噂が広まってて生徒も不安がってるしな。そりゃてめえのせいだろ。うん、話にならないな。行くぞ三島。囚人学園は志のある生徒が学ぶ場所。ふさわしくない生徒に居場所があると思うなよ。ぼさっとしてんな。はい。くっそ、今に見てろよ。無駄だから。体罰の証明なんて意味ないんだよ。みんな知ってんのさ。校長も親も知ってて黙認してるんだ。嘘だろ。迷惑だ。こっちの気も知らないで。君にだってわかるだろ。くっ
奴らをもう一度説得してみる。それしか手がねえし。部活、まだ行かなくて平気？うん。目の上の、また練習で？うん。無理してないの？うん。私、してなくて平気？多分、バイトかなんかだと思う。そろそろ行かなきゃ。志保、平気？その、うん。はい。今日はちょっと体調が悪くて、すいません。じゃあまた。今の高巻じゃね？ああ、鴨志田と付き合ってるって噂の。それ本当な？一緒に車に乗ってたらしいぜ。なんか高巻ってさ、軽そうじゃね？俺でも行けるかな。鴨志田の女はまずいっしょ。やがんだ。そう見えるか？どいつもこいつも三島みてえなこと言いやがって。絶対鴨志田になんか言われてんだ。こうなりゃ野郎に直談判するしかねえかな。んなの分かってっけどよ。マジなんとかなんねえのか？こんなんで泣き寝入りなんてごめんだぜ。なんか思いつかねえ？それ城のことまで話せってか？絶対信じてもらえねえよ。他になんかねえの？バレねえようにできりゃいいけどよ。もしバレたらマジ終わりだろ。他になんかねえかよ。どうするよ。
城主ってあっちの鴨志田か。その発想はなかったけど、それ意味あ？やっと見つけたぞ。なんか言ったか。我が輩に仕事させておいてただで逃げようなんて思うなよ。その声モルガナ。こないだは勝手に帰りやがって。猫が喋ってる。猫じゃねえ。こっちに来たらこうなったんだ。見つけんのに苦労したぜ。お前こっち来れんのかよ。まさかスマホ持ち。我が輩くらいになると自力さ。抜け道かなり迷ったけどな。つかなんで猫で喋れんだよ。知るか。お前も聞こえてっか。マジでモルガナっつうことかよ。お前ら手こずってるみたいだな。証人がなんとかって言ってたやつ。うるせんだよ。鴨志田をなんとかする方法教えてやらんでもないけどね。さっきお前なかなかいい線ついてたぜ。その腹立つ上から目線モルガナだわ。今確信したわ。まだ疑ってたのかよ。バカ声がでけえよ。この忙しいのに猫探しかよ。今この辺で鳴き声しましたよね。隙間とかもよく探せよ。鳴き声。まさか俺ら以外には言葉に聞こえてねえのか。そうらしいぜ。どうなってやがんだ。てかさっきの話本当だろうな。バカのくせに疑り深いやつだな。聞かせてもらうぜ。つってもここはまずいよな。とりあえずカバンに入れとけ。新生紙入るんじゃね。おいてめえその扱い。手荒に扱うんじゃねえって。いいから。鴨志田をなんとかできる方法お前知ってるっつったよな。さっきそいつも言ってたことだ。城の方から攻めるんだよ。どういうことだ。あの城は鴨志田が見てるこの学校だ。城の出来事に本人は気がついてないが心の奥ではつながってるのさ。だからもしも城が消えちまえば当然本人にも影響が出ることになる。どうなるんだ。あの城つまりパレスは歪んだ欲望そのものだ。そいつが消えるってことは。その通り。お前やはり筋がいいな。マジか。いいやつになっちゃうってのか。けどそれ追い詰めることになんのか。パレスを消すってのは要は改心させるってことだ。けど歪んだ欲望が消えたからって犯した罪はなくならない。それに耐えられなくなって鴨志田は自分から罪を告白しちまうはずだ。マジか。そんなことできんのかよ。しかもパレスが消える以上そこで我が輩たちのしたことも忘れちまう。足もつかず鴨志田を自滅させられる。すげえよ。すげえ猫だお前。猫じゃねえけどな。でどうやったら消せんだよ。パレスのお宝を盗む。盗む。この先はやると決まってからだ。何しろとっておきの秘策だからな。こっちの手伝いもするなら教えてやる。どうする。証人探しも積んでる感じだし言う通りにするしかなくね。よし。あ
そうだ、これ言っとかないとな。パレスを消せば歪んだ欲望は間違いなく消えるだろう。けど欲望そのものは生きる上で必要なもんだ。寝たい、食べたい、恋したいとかな。何が言いてんだ。もしも歪んだ欲だけじゃなく欲望全部が消えたら、そりゃ廃人と一緒だ。保護でもされなきゃ死んじまうこともありうる。だから死んじまうだと。話を最後まで聞けよ。それ俺たちの仕業になるのか。それくらいの覚悟できてんだろ。お前どう思うよ。マジ？なんだよ、ここに来てめんどくせえな。別にバレっこねえって。そういう問題じゃねえんだよ。バレなきゃ何してもいいってんじゃん。鴨志田のクソはやってることと同じだろ。他に鴨志田をやる方法はないんじゃねえか。また来るぜ。それまでに決めといてくれ。ぬか喜びかよ。そ、別の方法ねえか考えてみるわ。今日は解散すっか。いい加減にしてもらえません？本当に体調が悪いって。ちょっと、それ先生、話が違う。司法のことと話別じゃないですか。司法のスタメン。もしかして聞いてた。趣味悪くない？ごめんなさい。聞いてたってどこまで？そっか、そうだよね。別に何でもないから。何でも。
話すことなんかないんだけど、ちょっと揉めてるだけだし。ありがとうございました。噂くらい知ってるよね、鴨志田先生とのこと。私とできてるってみんな言ってるけど、あんなやつとそんなわけ、うん、鴨志田から電話かかってきたの。番号を教えろって言われてもごまかしてきたのに、これから鴨志田の部屋に来いってさ。つまりそういうこと。断ったら私の友達志保をレギュラーから外すって、志保のためだって言い聞かせてきたけど、これ以上はもう無理。あんな奴の言いなりとかもう無理だよ。けど大事な友達なの。だって私には志保だけしかいないから。私どうしたらいい。ごめん、わかんないよね、こんな話。何言ってんだろう、ほとんど話したことないのに。え、変な人だね、みんな。私なんて仕方なのに。あんたって本当に悪いやつ？噂の通りとは思えないんだけど。何それ。なんとなく思ってたんだ、噂大げさすぎるって。どことなく寂しそうっていうか、居場所がない感じっていうの。私と同じだったからこんなこと話しちゃったのかも。私じゃ志保の力になれないのかな。あいつの気が変わってくんないかな、私の記憶とか、あと気持ちとか、そういうの全部なくなっちゃえば。そんな都合のいいこと起こるわけないよね。マジレスやめてよ。でもちょっとすっきりした。帰るね。今の話誰にも言わないでよ。鴨志田を説得する方法考えてみるから。じゃあ、ありがとね。鈴井、帰るの？何？鴨志田先生が呼んでる。体育教官室だって。先生、なんて。知らない、伝えたから。
三権分立は知ってるな。立法権の国会、行政権の内閣、司法権の裁判所。権力が集中してしまうと誰も止められないから、権力を分散させ互いに監視抑制する仕組みだ。覚悟は決めたのか。他の方法なんて考えてもねえから、我が輩の言うこと聞いとけって。は？猫の鳴き声しなかったか。噂になってる猫がその辺にいるのか。ほら静かにしろ、大事なとこの途中だぞ。本人見てんだけどな。おい、あれ、ほら授業中だぞ。あれ飛び降りるんじゃ。何すいません。シオ、こら座ってろ、出て行くな。先生と行こうよ。中だぞ。しよう、こいつらクソだな。誰か付き添いを。教職員の方いらっしゃいませんか。私は担任ではありませんから。こういうのは校長が。行きます。早く。なんか変じゃね。今度こそ吐かせてやる。一旦教室に戻るんだ。他の生徒もまだ返さないでください、先生方。痛いって。なんで逃げたんだよ。逃げてないし、飛び降りてんだぞ。やめてくれよ。そうだよ、別にお前締めようってんじゃねえ。チクったとかも言わねえから。鈴井は、
鈴井は鴨志田先生の呼び出し受けてた。なんだそれ。教官室に俺何回か鴨志田先生に呼ばれてたから、俺や鈴井だけじゃない、他の部員も。先生機嫌が悪いとご指名で殴るんだ。やっぱ体罰マジだったわけか。でも鈴井、昨日特にヘマしたとかじゃないのに急に呼び出されてて、鴨志田先生すごくイライラしてたから、きっといつもよりひどいこと。まさかあの野郎。あ、しやがった。なんだいきなり。しらばっくらんな。いい加減にしろ。あれが指導の門かよ。なんだと。俺はここに鈴井を呼べって命令されてたんだ。きっとここで鈴井は。証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。100歩譲ってお前の想像通りだとして何がどうなるんだ。たった今病院から連絡が入った。意識不明で回復は絶望的。そんなやつが何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ。どうに。嘘だ。てめえ。またそれかよ。ならもう一度正当防衛が必要だな。うっせんだよクソが。なんで止めんだよ。けどよ。お前が止めるのか。驚いたな。遠慮しないでやれよ。あ、そうか、やれないか。まあそうだよな。ここにいる全員退学だ。次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。こんなクズどもの言うことを誰が本気で取り合うか。三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったからな。それに一緒に被害者面してるけど前歴のことバラしたのお前だろ。ネットに書き込みしたんだよな。ひどい話だよ三島。言われて仕方なく。さあもういいだろう。退学だ退学。お前らの将来俺に奪われて終わりってわけ。分かったらとっとと出てけ。こんな奴のせいで。お前どうか。あれか。はあ、頭どうかしたか。クズの言うことはよくわからんが、やれるもんならやってみろ。処分を待つしかないだろうがな。
もたもたしてらんねえぞ。さっさとあの世界行って、あのクソ野郎をぶっ飛ばさねえと。ぶっ飛ばすんじゃなくて、歪んだ欲望を奪うんだよ。覚悟はできたってことでいいんだよな。例の廃人になるかもってやつ。俺はできた。あいつのせいで人が死にかけたんだ。もうどうなのか知ったこっちゃねえ。お前はならいい。そういやさ、パレスを消滅ってやっぱ大変なのか。試したことあるんだろ。いつそんなこと言った？は？あ？知ったかぶりかよ！大学って本当噂になってる。またか、鴨志田の野郎。んなこと言いに来たのかよ。鴨志田やるなら私も混ぜてよ。志保があんな風にされたのに何もできないなんて嫌だよ。お前には関係ねえ。首突っ込むな。関係なくない。志保は私の。邪魔すんなって言ってんだ。容赦ないな。あんなとこに連れてけるかよ。思い詰めなきゃいいけどな。いざってなると女の方が大胆だったりするもんだ。さっさと鴨志田やりゃ済む話だ。今から行こうぜ。こっからは向こうに入った途端に怪盗扱いだからな。気合い入れてけよ。あ？怪盗？密かに入り込み華麗にお宝を盗み出す。まさに怪盗じゃねえか。なんかかっこいいな。しかも鴨志田の名前と学校と城だっけ。音声入力で謎の異世界に。どんな仕組みだこれ。誰かが作ったんか。少し気味悪い気もするが役に立ちそうだしいいか。鴨志田の野郎見てやがれ。行くぜ。やっぱなんかするつもりだ。スマホが関係あんの。名前と学校と。え？人暴れするとしますか。なにこれ。高牧。その声坂本と、もしかして。なんでいいんだよ。知らないよ。なに。ねえ、ここどこなのよ。学校。なるほどな。ナビってやつに巻き込まれたんじゃないか。一人が使えば一緒に入れるなら使ったやつの周りも巻き込むってことだろ。マジか。てか鴨志田に関係あんだよね。とにかく出てけって。やだ。騒ぐとシャドウに見つかるぜ。嘘、喋った化け猫。バケー。てか説明しなさいよ。それまで帰んないからね。無理にでも追い返すしかねえ。つってもどうすりゃいいんだ。入った場所へ戻るじゃねえの。前そうだったろ。そうか。なら手貸してくれよ。全部終わったら話すから。
どこ触ってんの？おお、ごめん。あ、じゃなくて、あんたらマジで。今度からナビ使うときは気ぃつけねえと。使う道具のことは確かめとけよ。なんで見てただけの我が輩の方が詳しいんだよ。うせえ。つか、出鼻から高牧に知られちまったよ。さっさと片付けるしかねえぞ。彼女、高牧アンって言うんだろ。アン殿か。シャドウどもに気づかれてるぜ。気合い入れてけよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。ジョーカー？あだ名か？だっせえ言い方するな。コードネームだ。本名で呼び合う怪盗なんて間抜けだろ。我が輩嫌だ。それにパレスで名前を大声で呼び合ってたらどんな影響が出るかわからねえし、念のためだ。つうか、なんでこいつがジョーカーなんだ？戦力的に切り札だからな。決定だな。次にリュウジ、お前はそうだな、ヤンキーだ。喧嘩売ってんのか、自分で決めるわ。俺っつったらこのドクロマスクだろ。いや正直嫌いじゃねえよこれ。ドクロって英語でなんつんだ？聞くのかよ。スカルじゃないか。お、いいんじゃね。俺スカルな。何がいいよこいつのコードネーム。モナでどうだ。まあジョーカーもそれで呼びやすいなら納得してやる。よし、我が輩らはたった今からジョーカー、スカル、モナだ。今後はコードネームを徹底するぞ。よっしゃ。前にホールドアップと総攻撃については教えたな。今回はそいつの応用編だ。ホールドアップには敵を倒す以外の生かし方もあるってことを教えてやる。シャドウってのは人間の心から生まれた存在だ。当然言葉だって喋る、つまり会話できるってことさ。わかるか。追い詰めてから話しかければ命惜しさに自分から金品を差し出してきたりもする。実際その方がただ倒すよりいいものが手に入ることが多い。さて、じゃあ最初のステップだ。敵をダウンさせてホールドアップしてやれ。敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。まあそういうことだ。さ、金なり道具なり出してもらおうか。ごめんね。あれ予想外の展開。いやそういうことなら仕方ない。もう行っていいぜ。マジ？残念だが急いでるんだ。
に。すっげー、我は何時なんだよ今の、何が起きた。姿や力をペルソナとして取り込んだってのか。許してやるよ。たよ。それはいいよ。なんてやつだ。つまりお前、一人で複数のペルソナを使えちまうのか。すげえな。なんだって。よっしゃ。暴いてやる。何者だ。どんなにどの銃声。敵弱点は見当たらないな。ペルソナ。はあ、我が決意の証を見せた。敵に大詰めだ。どんなに手を上げるとか。はなんと仮面の変態の手に。なんかすくんだけど。ご苦労様。さて、倒したな。おい、これ。ここ、さっきんとこだ。てか、なんなの、このアプリ。坂本の言ってた言葉言っただけでこんな。姫。ん？姫。
なんか前よりシャドウ多くね？ここまで来るだけで一苦労じゃねえか。お前らが鴨志田挑発したせいだからな。にしても鴨志田のやつ、ずいぶん警戒してるな。お宝盗むって、何やりゃいいんだよ。慌てんな。まずは潜入ルートの確保だ。潜入ルート？お宝のありかまでのルートだよ。けどやり遂げるには正直もうちょい戦力が欲しいな。せめてあともう一人。お前記憶ねえっつう割にはそういうことだけは覚えてんだな。こいつ本当に記憶喪失だと思うか？そんな風に思ってたの？大げさなこと言ってただの野良猫ってオチじゃねえの？そんなはず。しかし姫はどうしてあんなところに。姫？侵入者の反応を追ってたはずなんだが。何でもいい、早く姫を鴨志田様の元へ。姫ってなんだ？調べといた方がいいぜ。これ質問から逃げやがった。城とかナビも謎だけどよ、ぶっちゃけモルガナが一番謎だよな。そうだ、終わり。俺なんだっけ、スカルだ。やべえぞ。早っ。アンドロがお前らの知り合いのシャドウに連れてかれてる。はあ？いやさっき追い返したろ。アンドノがナビを持ってたらありえない話じゃないぜ。まさか俺ん時みてえにいつの間にか。くそ、せっかく逃がしてやったのにてめえから来たのかよ。片付いた。じゃ暴いてやる。何者だ？とんでもねえやつだ。よし、こちらの先生だ。ペルソナ奪え。敵ダウン。浄化するじゃないか。とどめだ。よし、レベルアップ。さて、我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。こっちだ。鎧勝手に取ったの早かったよ。状況分かってねえよ、あいつ。早く助けてやろうぜ。いいか？よし！何なのこれ？マジで警察呼ぶから。そいつが侵入者か。鴨志田？誰そいつ？てか、ここ何？なんで学校がこんなになってんの？こんなの俺の案と間違うとはな。怯えてるのか？その格好、正気？
いいんだよ。ここは俺様の城、欲望の世界なんだからな。何それ、こんなの風俗とかってやつでしょ。息のいい奴隷だ。シャレになってないっての、ふざけんな鴨志田。俺様二件してるぞ、どう思う。口答えなんて許しちゃダメです。というわけで処刑だな。どうやって遊ぼうかな。バラバラに解体しちゃおっか。マジなの。ひでえ。部員の女子のこともこんな風に見てやがったのかよ。おい、あれ高巻、これからお楽しみって時に。こいつ何なの。てめえ何回来るんだよ。どうせお前もそこの賊どもと同じだろ。俺様に文句があってきたんだよな。けど名前忘れたけど、あいつ飛び降りたのお前のせいだからな。お前が相手してくれないから代わりしてもらったんだよ。ふざけないで。やめろ。それ以上動いたら即殺す。くっそ。お前らも見ていけよ、解体しよう。やめて。まずは服からバラしちゃおっかな。やだ先生、ドエロすぎ。おい、どうすりゃいいんだよ。さっ。これさ、天罰かな、司法の。最初からそういう顔してりゃいいんだよ。に言われるがままなんてどうかしてた。だからよ、奴隷はおとなしく。うるさい。もうね、無理。マジでムカつきすぎてどうにかなっちゃいそうよ。まったく出番が遅すぎる。お前が立ち向かわないで誰が恨みを晴らしてくれるの。許す気なんて初めからなかった。お前の中のもう一人のお前がそう叫んだ。我が何時、何時は我。やっと契約結べるね。超えるよ、カナテン。わかった、もう我慢しな。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。分かったのなら力を貸してあげる。私、あんたなんかが好きにできるほど燃やすようなじゃないから。こいつ司法から全部奪って踏みにじった。あんたは許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手な真似はさせん。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよ、カルメン。
愛情を理解できる小娘が死んで詫びろ。女を欲望のはけ口ってしか見てないクズが愛だなんて笑わせんな。行くよカルメン、思いっきりやっちゃおう。ペルソナー踊れカルメン、いざ敵が出るさ。それにやっちゃう。いいか言えるぞ。そこか。我が決意の証を見よ。バレンゴーダウン。カルメン、いいぞ、ノルダウンだ。これでとどめ。これで終わりだ。ここでペルソナだ。どうやったんだよ。おい、レディに対してそれはないだろう。大丈夫か、アンドノ。アンドノっていうか、これ何、生き物。ねえ、ここどこなのよ。落ち着け、大丈夫だ、心配ない。落ち着けるわけないでしょ。私、なんでこんな格好してんの？いつの間に。やだ、何この。だから、落ち着けるわけないでしょ。こいつは参ったな。すぐに追ってかくる。のんきに説明してる時間はない。仕方ない、一旦引くか。これからって時に邪魔しやがって。ったく、しょうがねえな。ほら、肩貸せ。お前そっち頼む。どっちがいい？炭酸じゃない方。どっちも炭酸だ。じゃあ。ほらよ。我が輩のは？え？猫のくせに？少しは落ち着いたか、アンドノ。モルガナだっけ？私、猫と喋れてるんだね。すごく不思議な感じ。あ、ごめん、猫じゃないんだよね。混乱して当然さ。いきなりあんな目にあったのに、すぐ理解しろって方が無理だ。正直、まだ信じらんない。それに、あの力、ペルソナ。
アンドノの反逆の意志だ。それがあればあの世界で戦える。あなたたちの話が本当なら鴨志田を改心させられるんだよね。あいつ自身の口から罪を告白。そんなこと本当に。被害に遭ってる当のバレー部員もだんまり、教師も親も見て見ぬふり。俺らみてえのが騒いだって握りつぶされんのがオチだ。これにかけるしかねえんだよ。だったら私にもやらせて。志保のこと償わせてやりたい。志保をあんな目に遭わせてのうのうとしてるなんて絶対許せない。今さらっと私にもやらせてとか口走ったか。連れてけって意味か。足手まといみたいに言わないで。見たでしょ、私だって戦える。おい、どうするよ。我が輩も賛成だ。戦力的にも心もとなかったしな。大丈夫、我が輩が守ってやるさ。ダメって言っても一人で行くからね。そっか、こいつ一人で入れんだった。断る方が危ねえのか。たくしょうがねえな。決まりね。じゃあそういうことでよろしく。私は絶対鴨志田に自分のしたことを償わせる。志保だけじゃない、今までしてきたこと全部。もう誰一人あいつのせいで泣かせない。私にできることなら何だってする。怪盗行為なんて危険なこと、成功法だけでやっていけるとは思えない。周りの目を欺く演技、それに長けた者がいてもおかしくはないわ。聞こえてるなら答えて。我は汝、汝は我、契りはすなわち我。恋愛のペルソナの生誕に祝福の風を得たり。よし、行くときは声をかけてね。って、そっか、お互い連絡先知らないか。ねえ、番号と ID 教えてよ。じゃあ、よろしくね。モルガナも。こちらこそだ、アンドノ。いい子だな、あのけなげな心配り。しかも願いのために危険も顧みない意地らしさ。友達思いでおまけに美人なんて子なんだ。我が輩すっかり心を奪われちまったぜ。おいおい、てかこれからはこのメンツですぐ集まれた方がいいよな。こういうことを話せる秘密のアジトがあった方がいい。アジトか、悪くねえ響きだぜ。学校の屋上がいいな。人も来ない感じだったしな。ひとまずあそこが我が輩たちのアジトだ。パレスの中じゃ連絡取れないからな。我が輩こっちに残ってやるよ。というわけでお前、我が輩のお世話を頼む。我が輩直々のご指名だ。光栄に思え。任せた、うち絶対無理だから。まもなく電車が参ります。じゃあアジトも決まったし、明日な。じゃあ我が輩の滞在場所を確認しに行くぞ。あ、
毎度。さて、なあ、さて帰るか。おい、ここどこだよ。廃屋。おい、お前、にゃにゃうるさいと思ったらなんで拾ってきたんだ。居場所か。うちは飲食店だぞ、動物はねえだろ。けど世話する生き物がいりゃおとなしくしてるかもしれない。しょうがねえな。ただし開店中は騒がすなよ。店もうろつかせるな。つまみ出すぞ。俺は一切世話はしないからな。ここの上司か。お前を廃屋に押し込めてる割には話の分かる親父だったな。と言っても普通の人間には猫の鳴き声しか聞こえんみたいだけどな。まったく、可愛い声で鳴きやがるから。お前皿洗っとけよ。ところで名前とか決めたのか。モルガナ。名前つけてやろうかと思ったんだがな。ご主人はお前よりも我が輩を気に入ったようだな。まあ鴨下の牢獄に比べれば天国か。お前らいつか聞いたよな、我が輩が何者かって。正直言うとな、生まれのことは何も覚えてない。異世界の歪みにやられてなくしちまったんだ、本当の姿と一緒にな。そうに決まってる。猫がなんでこんな喋れんだよ。説明つかないだろ。歪みのせいで本性をなくしたのは間違いないんだ。だから歪みの元を晴らしてきっと自分を取り戻す方法だって大体わかってるんだ。城にいたのもその調査のためさ。そういや、あっちの世界では腹は減らなかったな。言っとくけど、ただで世話になる気はないぜ。ギブアンドテイクだ。実は我が輩、知的で器用だから。潜入道具を知ってるんだぜ。おっと、こっから先は取引の後じゃないと教えてやれねえな。お世話するのと引き換えに我が輩の潜入道具だ。どうよこの取引。いい返事だ。取引成立だぜ。あらゆる場所への巧妙な潜入と脱出、特殊な道具を使っていた可能性がある。そしてそれを作っていた者がいたことも。答えて。我は汝、汝は我、千切はすなわち我。魔術師のペルソナの生誕に祝福の風を得たり。潜入道具のことはおいおいレクチャーしてやる。ところでお前、パレスで見た力マジですごかったな。あの力が伸びれば伸びるほど切り札として頼れるってもんだ。よーし、
今日から我が輩、お前と一緒に行動してやるぞ。ペルソナは心が生み出す力だ。お前がどんな経験を積んでいくかで、あの力にもきっと影響があるはずだ。有能な奴らと知り合えれば、いろいろ役立つ技を覚えられるかもしれない。これも取引のうちだからな。まあ目をつけてやったんだ。期待は裏切らないでくれよ。さてと。